やっほーまた埋没をしてきました。ではまず新しい目を見てください。3、2、1、じゃん。キラキラキラー絶賛晴れてて、月曜日の夕方にしてきたばっかりで、今がまだ木曜日ってことで多分4日くらいしか経ってないので、全然まだ完成も何もしてないダウンタイム中真っ只中の目でございます。前回さ、埋没の動画出したのいつなんだろう、あれ。ちょうどね、2年前の6月4日に3回目の下絵整形をしてきましたっていう動画出してるね。ってことで、2年越しに今回約4、5回目の埋没をやってきました。まず私の二重まだ全然綺麗だったと思うんだけど、ちょっと私なりにやりたいなと思った理由とか、あとみんなからの「何4、5回もできんの?」とか、そういうなんかいろいろ質問とかが DM とかでも多くいただいたので、この機に埋没修正したよイエーイ記念として、ちょっと埋没の動画もう一回出そうと思います。インスタでね、みんなにね質問募集したので、ちょっとそれを読みながら今回やった経緯だったりとか話していくね。それではスタート。まず私今回なんで埋没をしようと思ったかというと、2年前にね多分やった時は3回目って言ってて、であの後に片目だけこっちよりこっちの方が多分腫れてると思うんだけど、こっちの目がどうしても狭くなるの。もう何回やっても狭くなるので、結論のその眼瞼下垂も入りのみたいなで、こっちとこっちで顔のなんかむくみ感っていうか、多分顔歪みがあって、こっちの方がちょっとこう歪んでんのね。だからちょっとまぶたの感じとか重かったりとか、こっちの方がこう毛孔ひだなくて、こっちの方が若干ちょっとあるみたいな感じ、あるわけじゃないんだけど、ちょっとこうここの目頭のところがちょっと詰まってるからして、多分二重になりにくい目元なのこっちが。だから何回やっても幅が合わせてても、こっちは広いままこっちはすぐ狭くなって一重っぽく見えるみたいな、奥二重みたいな二重になるから、これって実は5回目の埋没になって、こっちが4回目の埋没です。左右差が気になり始めたのと、その場所その場所によってこう先生の作るデザインとか、先生の好きなこう止め方とか、自分が要望したものもあるんだけど、なんか若干その2年前と今の求めてるデザイン感とか若干違ってきたので、修正をしてきました。だから今回ね、こっちを結構幅をね調整してもらって、こっちはちょっと食い込み強めにって感じで、前回は結構ナチュラルだったんだけど、今回は結構食い込みとか、あとまつげの生え際がしっかりと見えるような感じで、幅が狭くなってきてもちゃんと目の開きができるような感じのデザインにまぶたしてもらいました。まぶたがかぶさらないような感じなので、多分ね今のところ4日目でこんな感じやけん、ハエ引いてきてもすごいいい感じの目元になる感じがもうそろそろ 4、5 回目になると、ダウンタイム1週間経たなくても大体のなんか完成度が分かってくるんだよね私がね今回ね修正した経緯はこんな感じです。でまずどこでやりましたかとか、その執刀医についての質問も今回多かったんやけど、前回伊勢屋でやったんやけど、今回はクリニック変えました。今回は湯沢クリニックっていう、インスタでさ湯沢先生の症例を見つけて、なんか湯沢先生すっごい上手で、二重の症例がすごい可愛くて、なんか次もし二重切開したりとか埋没する時は湯沢先生にお願いしたいなと思ってて、やっと湯沢先生のところで二重をしてもらうことができました。やっぱねすごい上手。なんかインスタとかでやっぱりさ症例って出てくるわけやん。インスタじゃなくてもいいんやけど、なんかその先生がちゃんとデザインとか載せてる感じで、私は結構食い込みがしっかりとしてて、幅の作り方とかもナチュラルすぎるっていうよりは結構お人形みたいなクリッとしてるお目目が好きなのね。だからそういう先生の得意なデザインが私の理想に近いようなデザインをインスタの症例で見つけて、私は今回湯沢先生にお願いしました。で全然案件とかでも何でもなくて、普通に湯沢先生のクリニックで多分上から2番目くらいに高い施術、多分ね私払った値段が35万くらいだったかな、今までの埋没の金額の中では一番高かったやけど、保証がついてたりとか、またやるか分からんけど次の5、6回目の埋没やるか分からんけど、すごいね症例をねたくさんこなされてる先生なので信頼できるなと思って、そういう感じで私は今回選びました。いや全然案件とかでも何でもなくて、私は普通にインスタで見つけてただただお客さんとして予約して行ったクリニックです。一応ね名前出してもいいよって言ってくれて許可は取ってるので大丈夫です。でこれが一番多かった、埋没って人生3回までじゃないのっていう質問なんだけど、これね多分前回の2年前に出した埋没の動画でも喋ってて、伊勢谷の先生がその時見てくれた時に、今回は幅変えなかったんだけど、今まで結構全部幅を変えてたので、同じ幅では3回っていう縛りがあるって前先生言ってて、でその時は3回とも、なんかギリギリ違ったっぽくて。てしてもらえたのね。で今回がその先生見てくれた感じ、湯沢先生が見てくれた感じ、やっぱりその34回してるから、こういうところとか前回の先生も取れないように綺麗に施術しててくれて、結構しっかりとなんか癒着をもうしちゃってる感じだから、敗没だよねみたいな、なんか切開してるみたいな感じで、結構これ今回の埋没きついかもよって言われてただ幅は変えられないけど、もうこれの幅でこう幅を変えると目が見えになったり、こうなんかラインが増えて変になったりするから、幅は変えられない正直。ただ同じ幅で、まあ、ちょっと強めに作り直すとかそういう感じとかだったらできるけど、どうするって正直にちゃんと言ってくれて、全然私幅を変えるつもりなかったので、ここら辺とかがちょっと緩いなーって感じがしたけん変えただけで、まあ大丈夫ですみたいな、先生信用しますってちょっとだから先生も半ば大丈夫みたいな、本当にみたいな感じで正直に言ってくれたんやけど、まあ、私が湯沢先生にお願いしたいなと思ったけん湯沢先生にお願いして、でもすごいいい感じでやってくれて、ただ先生めちゃくちゃこっちがすごいちょっともう皮膚硬くなっちゃっててやばいみたいな、もう次は切開ねって言われた。だからもうほんと最後の埋没だと思ってる。幅を変えれば結構なんかできるっぽいんだけど、まあその絶対に3回までっていう、一応先生たちは多分分かりやすく言ってると思う、3回までね。ただ人の目には人の目の事情があるし、その幅を変えるとか多分いろいろあるから、まあ、3回やってるけど、まあ、もうちょっと埋没で改善のやつないかなみたいな人とかはちょっと先生にそういう事情も含めてカウンセリング行ってみるのがありだと思います。で人によってはできないって言われる目の人もいると思うし、できるよって言ってくれる先生もいると思うので、私が絶対できるよ3回って男も言えなくて、私の目はできた目だったけど、みんなはどういう目かは先生の診断次第だと思うので、それはカウンセリングに行ってみんなね相談してみてください。大手の埋没は高い分持ちが違うんでしょうか。定期的にやり直すなら安くてもいいですね。なんか正直その大手って多分やり方も決まっちゃってんだよね。なんか値段によってその結び方だったりとか、かける本数が違ったりとか、いやなんか別に大手やけんで取れにくいわけとかでもなくて、高いけん取れにくいとかいうわけでもなくて、そのまぶたに合ったちゃんと施術をおすすめしてくれて、その適切な施術で二重を作ってくれる人を選ぶのがいいと思うんで、私はそもそも先生選びが一番大事だなって感じ。大手やけん安心とかじゃなくて、普通に適正な診断をしてくれて施術をしてくれる人ですね。ちゃんと自分がいいな、この症例私の目に当てはめたら可愛いなって思うところに何件もクリニック行くとか、もうなんか1店舗で決めるのは正直怖いと思うから、私はもう何回もしてるから決めたけど、まあ、最初怖い人とかは何件かはしごしたりするのがいいかなって思います。やっぱり埋没ってどんどん取れてくるんですか。まぶたの厚さにもよるし、これはもう人それぞれ、取れない人もいるよ。ただすぐに取れちゃったっていう人もいる。まぶたの厚みとかまぶたのこう張り感だったりとか、まあ、年齢とかもあると思うし、それはね人それぞれやけん、まぶた一概に埋没は取れやすいとか取れにくいとかいうことはできないんだけど、まあ、正直切開と比べては全然糸で留めてるから緩みやすい施術ではある。やけん自分は切開向きなのか埋没でいけんのかとか、お金の金銭面とかも含めて、まあ、自分でここの金額感と施術の内容だったら多分、まあ、話聞いてもいいかなみたいな場所を探してカウンセリング行ってみてください。全部人によるんだよね。だからエミネーが言ったからこうとかでもなくて、結果論しか今話してないから、みんなはみんなで多分違う結果論になると思うね。まぶたの脂肪が多いのでじゃあ脱脂もしましょうとか、埋没では無理ですよ切開でしましょうとか、もうほんと信用した先生の診断結果に基づくのかなと思ってて、だから一旦その私のことを鵜呑みにせずに、全然みんな私のことを参考程度に聞いてカウンセリング行ってみて、自分がいいなと思った症例のところに。最初はバリバリ一人でしたか。めっちゃ一人でした。何年もねアイプチしたり目細工したりしよったけど答えにはならなかったので、めちゃくちゃ人へ。何を基準にしっとりを選んでるか知りたいです。まずちゃんとその良心的な金額を提示してくれるクリニックじゃないとやらないよね。なんか先生に行き着くまでにカウンセラーさんが金額とかを決めて、カウンセラーさんがこうカウンセリングして「あなたはこういう目だから」とか。全然何の資格もないさ、医者じゃない人が、カウンセラーのお姉さんが綺麗なさ服着たお姉さんが、あなたはこういうまぶただからこういう施術がよくて、なんかこういうオプションつけて腫れを引く方がいいと思うしとか、なんかいっぱいお金をバーってつけてくるクリニックとかもめっちゃあんの。だから適正なちゃんと施術を医師の診断でおすすめしてくれるとこがいい。自分の要望とクリニック側が押し付けてこないのが大事かな。あとは症例の数。結構よくあるのが、駆け出しのの先生を多分宣伝してほしいからインフルエンサーにお願いしてただでやりますみたいな、まあ、全然それでもいいんだけど、広告費としてね、まあ、それはこっちもありがたいし先生にとってもありがたいしみたいな、インフルエンサーとしてもいいと思うんだけど、失敗とかしたくないやん。ちゃんと経験値がある先生と埋没の、あとインスタに症例が載ってて、あとね写真じゃなくて動画とかでも載ってる先生かな。直後と1ヶ月ごととか結構経過をちゃんと載せてる先生とか、私はこう食い込みしっかりとあって幅の結構広くて綺麗な症例が好きなので、そういう先生をいろいろピックアップしてたんだけど、その中でもまあ湯沢先生が症例数多いしって感じで信頼できたので選びました。 4,5 回もやったら切開しようと思わないですか？全然思うけど、それこそ私次は切開ってずっと決めてたんだけど、まず1個の理由としてダウンタイム取れないんだよね。今やったけど10月の末にもさ本のお渡し会があったりとか、しかも毎月テレビでレギュラーで出させてもらったりとか、地元の1ヶ月も腫れてらんないんだけど幅は変えたいってなったら埋没が手っ取ればよかったわけだから、一旦埋没したけど、もし次幅が緩んでもうダメだってなったらその時は切開は考えるよ。ただ切開は切開で埋没の仕上がりと切開の仕上がりって全然違うの、まあ、先生によっては全然近づけられる人もいると思うけど、やっぱ切開って切開っぽいなって目なので、私は結構切開の目好きなんだけど、まだもうちょいナチュラルめな感じでいいかなと思って、あとなんか初めましての先生に一発目からちょっと切開お願いするのも若干怖くて、だから、まあ、今回先生上手だったからまた次切開する時は先生お願いしようかなって感じなんだけど、切開って一回切っちゃったら元のものには戻んないから、だから軽い気持ちで切開をしようとかも思えなくて、一旦今回はダウンタイムの兼ね合いもあって埋没にしました。クリニック選びの基準を教えてほしいです。あと何を伝えたら自分の理想とそういなくなるか、さっき言った感じのクリニック選びと、あと自分の理想はいっぱいその理想の写真を持っていくこと、芸能人の目とかでもいいし、その先生がやってる症例の中でも目頭が平行な人もいると思うし、目頭が末広な人もいると思うし、だから先生のデザインの中でもこのデザインが私の目の理想なんですっていうスクショをいっぱい撮ってもらっていく。私今回は目頭平行やけど目尻に向かってちょっと幅が狭くなっていくようなミックス型っていう目の形にしたんだけど、先生の症例の中ではもちろん末広型もあるし、がっつり幅の広い平行型もあったのね。やけんインスタとかの先生の症例をいっぱいスクショして、先生が作ったこの目がめっちゃ可愛くてこれになりたいですみたいな。ただ先生はこの幅はちょっと正直今の3回4回してる目元ではちょっとできないから、この形に近づけるけど幅は変えられないけど大丈夫とか、デザインに基づいて先生がお話をしてくれるので、ちゃんと先生にも分かりやすく写真とかで持っていく方がいいかな。その先生の症例じゃない人の症例を持っていくよりも、先生の症例の中で自分の理想のものを探した方が先生的にも多分分かりやすいと思うけん、そういう方が理想のデザインには近づくんじゃないかな。お金ってどれぐらいかかりますか？これは私初めてやった埋没は埋没4点止めで10万とかだった。で次のところがいくらだったかな、次のところ覚えてないんだけど多分20何万とかで、今回が多分一番自分の埋没の中では高くて35万だったんだけど、まあその値段を出してでもこの先生にお願いしたいなと思ったし、その35万円のコースでできるなんかその施術のデザインだったので、私はそれがいいなと思って、多分これ3点止めくらいなんだよね。なんとかトリプルみたいなやつだったけど、もちろんさ変なオプションつけられたらはあって感じだよけど、その先生の技術に対して払ってる35万って感じのお金だったので、全然それは問題なく高いなとも思わずに払いました。ただなんかもう意味わかんないオプションいっぱいつけられての50万とか、前橋で普通に50万とかちょっと高すぎると思うの。どんどん高い金額で見積もってくれるところとかは絶対やめといた方がいいと思う。目に糸が残っていく違和感ないですか？ない。分かんない。全然感じたことないけど。ない痛み、我慢できる痛みなのかと、怖くてできないけどしたい。もう痛いよ、普通に痛いよ。まぶたに麻酔するし、場所によっては私初めての埋没は正気麻酔しなかったので、普通にまぶたの注射だけで終わったんだけど、普通に怖い。前回と今回の先生のところは正気麻酔を吸わせてもらって、ぼーっとしながらぼーっとしたくらいにまぶたの注射をしていく感じやけん、痛みはめっちゃ痛いんだけど、頭がぼーっとしてる分そんななんかダイレクトに心に来る痛みは少なくはなってくるけど、なるべく正気麻酔はした方がいいと思う。まあ体調にもよると思うけど、でも注射さえ乗り越えちゃえばあと痛くない。やはり30万円くらいの永久保証の方がいいでしょうか？3万円でできるっていう方もいますが、なんかその永久保証って言っても幅の広さは変えられませんとか、適用外適用内とか、まあ、結構制約はあると思うのね。だから別に永久保証つけなくてもいいと思う。私今まで3人の先生やってもらってるけど、それぞれにやっぱまあ良かったなって思う点と、まあ、もうちょっとこうしてほしいなみたいな点とかもあるし、ただそこで永久保証つけちゃってると、まあ、正直もったいなかったりするじゃん。他の先生の症例可愛いなって思うのになんかそっちに行きづらかったりすると思うし、別になんか永久保証に頼らなくてもいいと思うんだけど、3万の埋没って全然何年も持ってる人もいると思うよ。ただ私はカウンセリングした感じとか、あと自分の目とかも分析した上で、3万とかちょっと安価な施術だとちょっと正直不安かなみたいな目元だったので、まあ、クリニックにもよると思うんだけど、全然糸のかけ方ってクリニックによって全然違うし、だからまあ3万円を信じてかけてみてもいいと思うし、永久保証に頼らなくても私はいいんじゃないかなって思う。まあだから値段が高ければいいってわけでもないし、自分の好きな症例のデザインができる先生にお願いした方がいいかなと思います。カウンセリングに行ったら結局広告よりも高くなるものですかね。いや正直高く見積もってくるクリニックめっちゃ多いと思うけど、私は広告より高く見積もられた瞬間そこはやめる。こんなにさクリニックがいっぱいある中でさ、わざわざさいろいろオプションつけられんといけんのって感じやん。こっちが選びたい放題な時代だからこそ上手な先生っていっぱいいるし、良心的なクリニックとかもいっぱいあるし、その中でなんかわざわざなんでオプションいっぱいつけられるような意味わからんとこでしてんといけんのって感じやけん、全然強気で大丈夫、あじゃあ大丈夫ですって言って帰ったらいい。意外とそう言うとじゃあオプションなしでこの価格でもいけますよとか言って結構安く見積もってくるから、大体ね大手とかもねイケイケでくんだよ見積もり。めっちゃ見積もりイケイケでくる。私も初めて埋没のカウンセリング行った時大手やったんやけど、50万くらいで見積もられて普通に「いやないです」って言ったらなんか20万くらいに下がってなんやねんと思った経験あるから、強気で大丈夫そこは。ただもともと表示されてた価格、私今回はもともとこの価格です、このなんとか法はこの価格ですってホームページも載ってたんで、その価格分しか請求されなかったから、もちろんその価格を先生技術にお支払いをしてるだけなので全然惜しくもなんともなかった。なんかありがとうございますって感じ。もともと設定されてる金額をお支払いするのでいいのよ。先生の技術にお支払いしてる金額って感じなので、別になんかしたい先生がいるんなら別にケチるとこでもないのかなと思ったりするけどね。はいって感じで長くなったんだけど、私の今回の埋没のお話でした。もうね 4,5 回目なので次は切開かな。もうできないと思う。普通にもう多分無理って言われると思う。だから次もしやり直したいとかだったら多分切開なんだけど、切開になるとそう簡単に「聞きます」とかは言えないから、もうダウンタイムえぐいから、だからもうまとまったお休みとかが取れない限り切開には踏み込めない。まあ、なるべくこの幅が変わらないように日々目こすったりとかしないし、あとクレンジングする時とかも目こすらずにちゃんとリムーバー使って落とすとか、なるべく幅が狭くならないような努力は私もする。それでももし無理なら多分こっちは切開しないと無理だし、まあ、その時はまたみんなに言いますね、動画にします。はいってことで以上エミネーの埋没してきた報告でした。なんか質問あったらコメント欄とかに書いてください。じゃあねー、バイバーイ。